いやーねえ。いや嘘。ねえ本当に。そんな言い方下手すぎやろ。本当にねちょっとね。秋はね食欲の秋と言いますよね。なるほど。まあまあ芸術の秋とも言うんですけれどもね。スポーツの秋とも言うからね。はい、じゃあここで行くちょっと。おお。やっぱ7人もいるんで、はい、やっぱ秋といえばこれだろうっていうのをこうバッと言って一致するまで帰れませんやりましょう。は7人。そうお前むずすぎだろ。え一句やってそう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 会うまで秋といえばっていうのを言って7人全部被るまで終われない。終われないです。一句ちゃうやん。まあいいんだよ。秋といえば何みたいな感じでしょ。そう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 。秋といえば一句がややこしいだけ。そう一句は一句はいつもの通り頭おかしい言語バンみたいな。そうそうそう。三万そういうことそういうこと。じゃあもう一度言ったやつはなしということ。一度言ったやつはなしです。はい。秋か。まあ一発目はまあしゃあないけどね。まあ食と芸術とスポーツはなしですね。はい。もう一発です。もうすぐ決まりました。秋といえば秋といえば秋といえばもう秋といえばもうこれでしょ。こんな状態で撮って。この題材ね、もうすぐアップする時間なのでね、緊急で撮っています。なるほど、新鮮ですよね、こういう。はい、じゃあもう俺決まりました。俺も決まりましたよ。だいたい学校のさ、校長先生の話を思い出して。あー、その概念ですよ、その概念です。え、捨てる、捨てる、それ捨てる。俺結構定番言うつもりなんだよ。捨てた方がいい、捨てた方がいい。え捨てた方がいい。マニアックなやつ言った方がいい。いや、普通に。え、結構いや、自分秋と言ったら何するっていう。ああまあまあまあ、校長先生の話覚えてる。めちゃめちゃ喜んでるよ今の。覚えててくれたよ俺の長い話。優等生食スポーツ酒場かもしれない。食スポーツ芸術すごいなお前。待って、いや校長の話誰も言ってない。え、でも俺結構ベタだと思うんだけどね。多分俺ターボード分かるわ。分かる、俺も分かる。何ね、うん、大体なんかベタなやつ、ほんとに。いや、別に普通じゃない。わかりました、じゃあそっち合わせます。え、俺わかんない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 。いきますよ、はい、せーの、読書。合ってた、イエーイ。合ってた、読書でしょ。読書、校長先生言うでしょ。読書2人、読書。いや、俺も合ってた。紅葉。あ、紅葉、紅葉の秋色。あー、3人、紅葉。一応一丁でしょ、秋の。もう一丁でしょ。皆さん、紅葉を出せよ。ならもう一丁でもいい。なんて言ったの。俺、勉学って言いましたね。勉学。ああ、勉学。ちょっとインテリ感出そうとしてる。校長先生とか言ってたら、校長言ってたんじゃねえかなと。一番ハグじゃん、これ。勉学。勉学って何だよ、やばいよ。やばい、やばい、えぐられてる。やばい、やばい、やばい。いや、もう紅葉やん、これは。なるほどね。紅葉か。いや、俺ちょっとモミジと待って。俺もモミジ。モミジ。いや、けどまあ紅葉どんどん地獄になってるけど。結構なくなった。結構なくなった。紅葉、勉学、胃腸、読書。読書なしでしょ。なしでしょ。あ、もうあるよ、もう一個ありますよ。いや、俺ね、絶対揃うやつあるの。絶対揃う。考えてみ。じゃあ、その絶対でいこう。じゃあ、わかった。え、待って、これ絶対いける。全然わからん。全然わかんない。これ絶対。えぇ、これ絶対。えぇ、あ、はい、お、完璧。完璧でしょ。え、なになになに。俺は秋といえば涼しいでしょ。あ、涼しい。忘れてた。といえばでしょ。涼しいといえば。いや、あるよね。一個なんかさっきの三大秋の隠れ二代目秋みたいな。これは忘れました、すみません。いきます。はい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 、せーの、やばいやばい、やばい、やばい、やばい。スズムシです。バカじゃない、はバカじゃない、お前。パーカー。パーカーの秋。三は焼き芋。焼き芋。星観察。変態観察してるかよ。はい、もう無理。焼き芋です。おーい。これおしゃれ。おしゃれ。あー、ファッションだってことか。ファッションね。あー、そういうことか。いや、おしゃれの秋はまああるじゃん。なんだパーカーの秋。まだ早いし。でも思想は一緒やから。考えられない。もしスマートに。あー、なるほどね。いや、無理じゃね。それ無理だな、これ無理だ。ちょっと、じゃあなんか。もうちょっと絞れるやつにしてほしい。何しようかね。そうだな。
まあ、たい焼きは頭か尻尾かっていうところで背中です背中です背中です背中やべえや背中やっぱ頭と尻尾だとあの一口目に あんこあんまり入ってないんで背中で食うともう一番ちょうどよく嫌いよ一番好きなもの最後にも残せよじゃあ一番最後にあのサクサクの皮食べてあすっきりってなるんですああちょうどいいかもそうそうそういやもう正義前だって背中つつじゃんだって言ってた言ってた俺、うわ俺と一緒に人初めて見たって俺感動した覚えだったえ変なの覚えてるよねそう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 俺食わねえけどな顔から食うけどなんだそれパルムはチョコだけ食べるからいや、もうおめえだけだけどあの気持ち悪い食い方ちょっと当たるやつ欲しいねじゃあ、秋の秋で一番食べたいものにしようなーん、うん、これしかねえよ、まあ、これだったらもうスローしかない2、3択しかない2、3択しかないあーもう一個秋でしょちょっと2つある2つあるねえよ2つあるよあるなんでねえなんでねえあるわけねえだろいやでもいや多分これまでの傾向で多分それ言うんだろうなっていうのはあるんだけどおしゃれな秋ねじゃあいいですか食べたいものね、うん、食べたいもの食べたいものありますかこれは合うと思うわ秋といえばいや、これは合うよこれはもうあるよこんなこれは合うに決まってるよ何やそのフリじゃあ、強兵がふざけたいや、俺マジでいくよ、今回こそ秋の食べ物が分かんねえんだよ嘘でしょうん秋の食べ物が分かるでしょやつねお主が言い始めたいや、合いそうだなっていう秋といえばはいいや、もう、たぶんこれで合っててほしい、マジではい当てに行くのもうこれでしょいろいろ当てじゃ協力しよういや、もうちょっと今すればいいのやばいやばいやばい行くよせーのサンマあもう最後秋だもかもサンマじゃんえサンマサンマじゃん松茸あ、もう迷った松茸あ、迷った栗あ、牡蠣カレーえお前それはやばい秋しか聞いてないでしょお前メンガの人気増えるよ聞いたことないぐらい綺麗なトーンでね超綺麗超綺麗な声取ってたな今の全ての音しちゃってほしい死ねえだけどなんでどういう思考回路でお前カレーになったの、ね、秋しか食いてくないじゃんカレーってなんで年中いけるわ松茸の秋かいやそう松茸かサンマだ秋もあるねじゃちょっとさっきからサンマ出すぎてたなと思ったそうそうなるほどだから避けた当てに来ると思った俺はそう俺も波長揃えてくるかと思ったそこはちょっと栗は確かにと盲点だったな誰栗俺あーまあ栗俺も頭にやったサンマか栗しか分かんないあー難しいのねはいじゃ秋といえば飲みたいお酒お酒お酒か秋といえばのお酒え秋ならではのお酒秋のこの感じイメージして外で何飲みたいですかあーわかりましたこれむずくないっすかこれ1個でしょ多分これ1個もうこれでしょ秋は1個でしょ1個なんか春だったら1個やわ春何言っていいのいいよ日本酒うんあーなんで今、秋、日本酒やったまさか俺日本酒だった日本酒だったね結構日本酒来るから俺も日本酒俺も焼酎とかいや、それ結果日本酒でいいでしょ日本酒じゃない、焼酎なるほどじゃあ、そうだね春はなんかお花見だから日本酒だそうね、夏どうせビールでしょうん、そうそうそうじゃあ冬先取りする冬先取ろうよもう冬取りはじゃあ何々の冬作りましょうあーなるほど何々の冬ねはい4つ揃った時点でもうそれを正解にしましょうあら4つね何々の冬え全然いいっす何々の冬これ全然いいっすまあの理由の分かった気がもう土定番でいいんですよ土定番でもうそれしかないどうでいいどうでいいきますかはいいきましょうはいせーの恋愛誰誰じゃねえ誰クリスマスクリスマスの冬なんだクリスマスの冬クリスマスクリスマスの冬なんだ12月はクリスマスの冬でしょクリスマスの冬俺もやえリア充はい鍋ラブラブあだから要はクリスマス寄りでしょクリスマスああ一緒やもうリア充クリスマスでしょ土定番でしょえ違うえクリスマスの冬って言わなくないのってまあ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 でも12月といえば的な考えうんそうそうそうで、〇〇の冬っていう題材ですかえ、〇〇え、例えば何が何だったんだ恋愛の冬です恋愛の冬いや、恋愛の春もあるやろ恋愛中とかもいけますよ一番恋愛でしょあー、そういうことかなんである恋愛なんていやいや、出会いと分かるそんなこと言うじゃん、お前食欲の春だってあるだろスポーツの夏だって無理なんだよ、これ回せるのは無理だなるほ
理ということで無理や、諦めていきましょう。はい、じゃあ動画撮りましょう。メイン動画撮りましょう。はい、はい、もらわないでよろしくね。はい、やります。ここまで紹介ゼロなんですけど。嘘でしょ。